夢ラジオ第1314回、今日は平成30年6月22日金曜日です。時刻は午前10時回りました。横浜港北朝ですね。6月の朝でも梅雨時ですから、空に曇り、空は曇り、紫外線がまぶしくって目を開けていられないほどです。今日はお昼からお仕事ありますから、そこで以前の午前中の時間、夢ラジオの放送今日は日経平均も200円以上下げていて、まあこんな時には動けない。まあ6月はもうマーケットは売買できないかもしれないですね。ほっといていいんじゃないでしょうか。また7月から新たな夏の動きが始まるでしょう。基本的にまあ上昇すると私は見てるんですけどね、23,000円、23,500円ぐらいまでは行くだろうと。まあでも行かないかもしれないので、現物で買ってほっとこうと。さて、マーケットのお話は置いといて、今回はカントの時間論取り上げます。カントの時間論、カントの純粋理性批判については大まかに以前ご紹介しましたが、その純粋理性批判の中の超越論的感性論、感性というのは感じる性質ね、超越論的感性論、ここで空間そして時間というのが述べられています。で、そのカントの時間論、時間とは何か、空間というのはその自分の外側にあって、そしてこうずっと向こうの方へ伸びているものなんか大雑把な言い方ですけど、こんな感じ、自分の外側にあって、まあ、でも自分もその中にいるんですね。自分もその中にいるんですが、自分の外側でこうずっと向こうの方へと伸びていくもの、空間。そして時間というのは何かというと、物体の運動を可能にする客観的な時間、こんな風に言ってますね、カントは。物体の運動を可能にする客観的な時間、つまり客観的なって言葉を使ってますね。つまりそのボールが右から左へふっと投げられた、この運動が起きるためには時間が必要ですね。あるいはこのボールが右から左へ投げられたから時間が過ぎたとも言える。つまり時間がもしなかったらボールが投げられてまた別な人にキャッチされるということがない。物体の運動を可能にする客観的な時間、そしてね、こんなこと言ってるんですよ。物体の運動を可能にする客観的な時間が私の認識方法を決める。つまり時間が外側にあって、その外側にある時間が私の認識の方法を決めている。もっと言えば、私が世界を認識する時のその、方法っていうのは時間によって決定されていると。またこうも、私は外的対象を時間の中で規定する。そうですね、時間が過ぎ去ってくれないと外的対象を認識できない。止まった時間の中では外的対象は認識できない。私も外的対象もいつも動いている。動いているからには時間が流れている。外的対象を時間の中で私は規定する。そしてそれを通して私は自分自身を時間の中で規定する。
カントは物自体の世界は認識できず、その現れの部分しか認識できないと、こんなふうに言いましたね。でここではさっきから客観的とか外的対象と言っているのは物自体ではなく、あくまでも現れの部分ですが、その現れの部分、そこが私を規定してくる、こうも言ってくるんですね。客観的なあるいは外的な対象が私の中へとぐーっと入ってきて、感覚器官を通してね、そして私がそれに反応する形でさまざまな規定を行う、こんな感じですよ。時間は運動する諸物体との具体的連関を通して初めて可能。時間は運動する諸物体との具体的連関を通して初めて認識が可能です。つまりさっきの右から左にボールが投げられたという運動する物体と関わり合わせて初めて、ああじゃあ2秒経ちましたねとか3秒経ちましたねと。すると時間というのは運動する物体への不動の基準となる。これは正しいですね。時間は運動する物体への不動の基準となる。つまり何かの運動が行われた時には時間が流れているはずなので、その時間というのがこの世の運動、ね、物体を運動しますから、その不動の基準、つまり現象の秩序に、なるんだと。時間がね、時間が現象の秩序になる。そしてその時間には3つの性質があって、時間は持続すると、途中でブツッと切れたりしないと、あれと時間どっか行っちゃったとか、あれと時間が止まっちゃったとかならない。時間はずっと持続すると。でも一応前後関係が時間にはあると。前が後ろ行ったり後ろが前行ったりしない。3つ目、時間の中では時間の中では、全てが同時に起きると。つまりある場所では時間が流れているけど、もうまた別な場所では時間が流れていないのでずれました。こういうことが起きない。今私が夢ラジオを放送しているんだったら、その時太陽は、南のちょっと、一番てっぺんよりもちょっと手前のところにあって、そして横浜港北の町は白く輝いていて、という、これが同時に起きていると。これは時間の性質なんだ。もう一回確認しておくと、持続性、続きますよと。2つ目、前後関係がある。前と後ろがあって逆になったりしない。3つ目、そこで同時に起きると。ある場所で時間が止まったりもしていない。でカントは、私の現存在は時間の中に規定されている、時間によって私は初めて私になる、さっきお話しした通りです。時間の中で物体の小運動が可能と、物体のさまざまな運動が可能となり、でそれを認識することを通じて私は私になっていくんだ。私は自分のことも認識できるようになっていくと。ということは、時間は私の外側にありますから、時間は私じゃないし、時間は私の内側にはない。さっきお話したように、時間というものが外から私をこう、触れてきて、そしてそのことによって私は自分の内的世界を構成する。そしてこの現在という時間ですね。この現在という時間は、私の過去と未来が出会う特権的な場所。ハイデガー、存在と時間、このあたりをヒントにしたと思われますね。現在という時間は、私の過去と未来が出会う特権的な時点なんだと。よくカントの時間論空間論にはこんなふうなことが言われているわけですね。つまりカントは先見的に、つまりアプリよりに、時間空間を認識する能力を人間に与えてると、ね、
カントによると先見的に人間には時間や空間を、その認識する能力が与えられてるんだと。その認識する能力、まあ、これをまあ大雑把に形式と呼ん でその形式をですね、この世界質量に当てはめていく、まあ、これがカント哲学なんだ、カントの時間論空間論なんだとよく言われますし、それはそれで正しいんですよ。もし人間にもともとから時間や空間を認識する能力がなかったら、ね、時間や空間を認識する能力がなかったら、どうやって最初この時間や空間の世界に、対応するんだ、混乱するだけじゃないか。ただしですね、そのよく言われる人間の中のもともと備わった生徳的な時間認識能力、空間認識能力をこの世の中にスポンと当てはめるというそれだけではなくて、実はカントという人は、その時間というのは客観的、つまり自分の外側にあるもので、そしてその運動とそれは関わり合っていて、そしてそのさまざまな物体のさまざまな運動、それによって時間というのが私に認識され、そしてその認識によって、ああ自分は今ここにいるということから自分の規定も始まるってことは、やっぱりカント哲学のその感性の部分ですね、感じる性質の感性の部分においては、外側から何かが入ってきました。それは空間でも時間でも、そしてそれに対して私の内側にあるもともと生徳的な認識能力によって反応しましたと。でその反応によって私の認識というものが生まれるんですが、でその認識によって私がまた作り変えられ、定義も変えられしていくぞと。つまり外側の世界の時間や空間が私を規定している。うん、なんか一見カント哲学っていうとこう主観がすごく肥大したような、そういうふうな言われ方されもしますが、実はカント、特にこの今回お話ししている時間論においてはですね、まず時間が外側にあって、それが私の中に入ってきて、その入ってくる場合にはさまざまな物体のさまざまな運動を通してね、うん、でそれへの、それを契機として、それをきっかけとして私がそれに反応するという、そういうことから私の自己規定も始まる。ミメラジオ第1314回、今回はカントの時間論取り上げました。横浜港北の金曜日の午前中、街が明るいですね。ただ空は6月梅雨時期なので曇ってはいます。紫外線がいっぱい。今日はお昼からずっと、もう夜遅くまでお仕事がある予定、あっちこっちで、ですから私も気合い入れないといけないですね。